はい、どうぞです。今日はですね、フラワーホーンをお迎えするときにね、気をつけてほしいこと、それ3点だけちょっと話すんですけども、まず1つ目ね、こちらの肛門あたりにね、ピンクの出来物があったりとか、何かしら赤っぽい出来物が巻いちゃったりとかしてる個体はやめておいた方がいいと思います。なぜならね、脱腸してるからです。これ脱腸って消化不良が原因で起きるんですけど、糞が溜まりすぎると勢いで、まあ、人間と一緒で出すじゃない。そしたらね、腸が出ちゃってる状況なのよ。でこの状況になるとね、まず人工飼料とか抜かないといけないし、最悪体力がない個体はね、死んじゃったりとかするんで、そういう個体はね、お迎えしない方がいいと思います。2つ目、このね、目の周り赤いじゃない、これが赤くない個体はやめておいた方がいいですね。だいたいね、ホームセンター、ペットショップで販売されてる個体はビッグヘッドの表記か、まあ、タイシルクっていうね、ブルー系のフラワーホーンがいるんですけど、状態悪いとね、この目の周り、今これ真っ赤じゃん、これ状態最高だね。状態が悪いか、もしくは何かしらの病気抱えてるやつはね、真っ白なの。キングカムハかカムファっていう個体に関しては、もともと目の周りは白い個体なんですけど、だいたいね、ビッグヘッドって表記されてる個体、あとタイシルクに関しては目の周りが赤くないとね、何かしら体調悪いです。僕も一回あって、昔タイシルクお迎えしたことあるんですけど、見た感じなんもないの、ね、なんか特に病気っぽい感じとかなんもなくて、ただ目の周りが白くて、こういうもんだろうなと思ったけど、お迎えして1週間しないうちに、まず100点病で、あとはね、脱腸、あと消化不良、そういういろんな病気起こしてしまって、まあ、結局死んだんですけど、飼育してる7割ぐらいずっと病気にかかってましたね、だからね、この目の色の周りの状態が赤いか白いからね、まあこのフラワーホーンの健康のステータスが分かるんで、そこもチェックしてみてください。で3つ目ね、これ多分素人が見ても分かると思うんですけど、フラワーホーンって結構敏感なんですよ。こうやってやると非常にね、めちゃくちゃ反応したりするんですけど、何の反応がない個体とか、あともうそこでじっとしてる個体に関しては、もう病気にかかってる可能性が高いんで、やめておいた方がいいと思います。はい、今回はね、フラワーホーンをお迎えするときに気をつけてほしい3つのことでした。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。では。